すべてがアレス殿。ロキ殿はあそこに。急ぎ向かわねば。アカネ、この敵が多くては近づけるな。手分けして敵の砦を落とすのじゃ。カネロ君、向こう撃ち。この戦の指揮を取るのは政宗様です。私がそばにいるとはいえ無茶無謀は控えられますよ。目の前の敵をやっつけて砦を奪えばいいんですよね。そうだ銀兵、ロキ殿の元まで道を開くぞ。父上の亡きならの愛か、力ずくで聞き出してくれ。ロキ、オーディン、絶対に許さんぞ。カゲロ君、向こう撃ち。敵を撃ち取ったれ。この砦は制圧してやったぞ。この砦は上司竜が忘れた。あっぱれよ。じゃが敵も黙ってはいない。気を抜くでないぞ。カゲロ君、向こう撃ち。突入軍、この砦の敵はいなくなったみたいです。さすがの怪力、恐れ入りました。引き続き周囲の警戒に当たってください。おお、見覚えのある奴らがいるな。少しは楽しめた。何かのために戦っているのではない。ただ戦いそのものが目的なのですね。ああ、防衛を振るい、ただひたすらに争いを求める。それが両方人、貴様はなかなか手応えがある。簡単には潰れてくれるだろう。あなたを撃ち、ロキ殿に会う。それまで散りはしない。どんどんと行こうか。付近の砦はおおむね抑えました。にもかかわらず敵が動く気配を見せないと。愚かな人間ども、ゼウスの力を得た私に抗おう。無駄なこと。現れました。全軍、オーディンの進攻に備えてください。ついにオーディン殿が降臨しましたな。私はこの時を待っていたのです。オーディンが来ても戦場が荒らされてしまう。カゲロ君、向こう陣急、なぜ父上を邪魔する存在を喜び迎えるのだ。ここは父上がようやく巡り会えた最高の戦場。誰にも邪魔立てはさせぬ。旅霊騎出るぞ。呂布の娘が動いた。小次郎様、ここは私に行かせてください。私の静止を振り切り突っ込む気満々のご様子。ならば行って蹴散らしてきていただきましょう。おお、面白い。すぐにひねり潰してやる。待ってよ。随分と張り切っているようだな。お前の活躍は見ていて気持ちがいい。戦を邪魔され怒った呂布はどう出るか。これが向こうの軍師の狙いだとする。雪村様、アレス様、オーディンを止めてください。無理に倒そうとせず時間を稼ぐのです。承知しました。できれば引き裂いてやりたい。今正面からぶつかったとで勝ち目は薄い。趙雲様と銀平様は雪村様たちの援護、くれぐれもご無理はなさらぬように。承知した。
私の力で抑えられるか。自信はないけど頑張ります。来い、勝負の続きだ。ひねり潰される覚悟はいいな。私を倒せて喜んでいるようだ。この後さらなる絶望に襲われるとは知らず。小次郎、龍が出るぞ。よくの相手はわしに任せよ。政宗様、無駄に活躍していただいても困ります。足止めするだけで構いませんので。言われずとも心得ておるわ。よくは強敵だ。政宗、私も共に行こう。両足の女神をあんな危ない男のそばにはやれないな。とはいえ諸突猛進する姫君も心配だ。ご心配なく、ヨフの娘は私一人で抑えます。なのに敵が多くて進めない。少しはできる。その程度で俺は倒せん。ゼウスの力を得た私は完全なる存在。永遠に滅びることはない。どこまでも立ちはだかるつもりか。父上に戦を邪魔するならば容赦はしない。正義に従えば人の世界も皆滅びるです。そうなればヨフももう戦うことなどできない。永遠に戦えるという話は嘘なのか。しかし来い、今度こそ俺を満足させてみろ。私はどうすればいい。さっきの話が本当なら父上は平気。一緒に戦ってください。皆のため、そして何よりあなたの父上のために。その言葉に偽りはなさそうだ。分かった、私もお前たちと共に行こう。俺をオーディン、俺の戦いの邪魔をするな。力ある人間がユグドラシルの良い餌と。あまり消耗させたくない。リョフ、お前はさ、下がるだと。ふざけるな。好きに戦えるというからお前についてきたのだぞ。戦いを邪魔するなら、もはやこれまで。次に俺が消し飛ばすのは貴様だ、オーディン。貴様との戦いが一番楽しめそう。さあかかってこい。目先の欲に私は逆らう。どこまでいいのか。ユフ殿の敵は我らの敵。我が軍はこれよりオーディンの首を目指しますぞ。やはり向こうの軍師は呂布が離反するのを読んでいたようですね。上に攻めに出ず、オーディンの到来を待っていたか。おやおや、私の策に気づいた方がおりますか。連合軍にも一癖ある軍師がいるようですが。大事な力をこれ以上消耗させるわけにはいかない。愚かな人間に。また逃げるな、オーディン。まだ勝負はついていないぞ。オーディンは去ったようですね。急ぎロキ殿のもとへ向かわねば。見事わしが目をつけただけはあるわ。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいですね。随分と張り切っているようだな。お前の活躍は見ていて気持ちがいい。君たちは諦めてくれないんだ。
ロキ殿がうまくいきましたか。